アロハー !YouTube! 愛知県で G クラス専門店マルゲーの店長をやっている G クラス YouTuber のりょじちゃんです。はい。えー、りょじチャンネルではですね、G クラスの情報を日々配信しております。今 G クラスに乗られている方や、これから G クラスに乗ろうと検討されている方、ぜひチャンネル登録の方よろしくお願いします。はい。えー、で、今日のですね、動画に移る前に、えー、皆様にご案内があります。 はい、えー、普段ですね、あのー、僕がこの愛知県の岡崎市の方で、えー、YouTube の撮影とかをしているんですけれども、えー、当社ですねあの、東京の方にオフィスが実は、えー、ございます。で、えー、6月30日の水曜日の方水曜日ですね、に、あのー、僕が東京オフィスの方に行くことが、えー、になりました。で あのー、もしですねあの普段この「旅籍チャンネル」ご視聴していただいてる方で、まあ、なかなか愛知県まではちょっと行けないけど東京だったらあの行ってみたいなっていうふうに、あのー、思っていただける方とかいらっしゃいましたらあの是、ー、非ですね6月30日の日の一応12時から19時頃までで、えー、予定しておりまして、まあ、一応予約制という形であのー 取らせてていいただこううかなというふうに、えー、思っておりますであのー、今ですね、まあ、G クラス乗られている方でしたら、あのー、その G クラス是非ちょっと見させていただきたいなと思いますし、えーまあ、G クラスの購入を考えている方、えー、一回相談してみたかったなっていう方、えー、いらっしゃいましたら是非のこの機会にですね、あのー、ご相談いただければと思いますのでほ、まあ、本当はあのお気軽な感じで、えー、お会いできればいいなというふうに えー、思っておりますので、あのこの動画のコメント欄からあのコメントいただいても、えー、大丈夫ですし、まあインスタ、ツイッター等からですね、あの DM の方いただければ、えー、直接、えー、やり取りの方させていただきたいと思いますので、はい、えー、そうですね。で、あと、えー、YouTube の方のですね、あのもし撮影協力していただけるようであれば、あのー ぜひですね、あの撮影の方も、えー、撮らせていただきたいなと思うんですけど、まあ、そこはまあ無理してという強制、あのー、ではないので、あのー、もし OK だったらという感じでですね、あのー、はいそんな感じで思っておりますんで。はい、えー、ということで今日の動画に、えー、移っていこうと思うんですけれどもはい、えー、今日の動画はですね、えー、G クラス。 のえー、買取情報ですね。はい、えー、お送りしていこうと思います。これですね。あの以前あのー、お送りさせていただいた際にですね、えー、すごい反響があってえー。 はい、いすごいお問い合わせの方もいただきましたので、えー、まずばりですね、えー、最新の G クラスの、えー、買い取り価格の方をですね、えー、ちょっとピックアップして、えー、お話ししていきたいと思います今日はですね一応新型 G クラスっていうことで、えー、お伝えさせていただこうと思いますまた明日の動画でですね、えー、旧型 G クラス W463 の方はですね明日の動画で、えー、細かくお伝えしていこうと思いますのではい、今日はですね 新型 G クラスの買い取り価格、買い取り情報をです、ねえー、お送りしていこうと思いますので早速いってみましょうはい、えー、では、ですね早速、えー、新型 G クラスの最新のですね買い取り価格、買い取り情報を、えー、お送りしていきたいと思います。はい、えーまあ、今ですね えー、新型 G クラス乗られている方で、えーまあ 例えば350乗られている方が 400D のマヌファクトゥーアにえー買い替えられる予定の方だったりとかまあ63に買い替えるっていう方も結構いらっしゃるえーなーっていうのをすごい感じますねであとあのたまたま2台買えちゃったっていう方もあのいるんだなっていうのをすごい感じてますねあのーまあなのでですねまあちょうど今売却考えてる方ですねもしいらっしゃいましたらまあ今日のはこれあの参考に是非していただき 一応ですねやっぱり車の、えー、状態等でですねあのー、価格の幅ってどうしても生まれてしまうものですし、えー、一応今日お伝えするのはボディカラーがまあ白黒で、えー、はい、えー、お出ししてありますで白黒以外ですとやっぱりその相場から多少落ちてしまうっていうことは、えー、可能性としてはやっぱ高くなってきてしまうのであのー、もしですね、えー もっと詳しく聞きたいっていう方いらっしゃいましたらまた個別にですねご連絡いただければあのー、情報細かな詳細情報をお聞きしてまたピンポイントでお答えさせていただきますので是非ですねあのー、もしいらっしゃいましたらあのー、お気軽に。えー ご連絡いいただければと思います、はい、で今日、えー、ご紹介する、えー、新型 G クラスの方なんですけど一応 G350D と、えー、G350D のマヌファクトゥーアエディションとですね、えー、G400D のマヌファクトゥーアエディション。 のえー、3車種ですね、えー、相場の方買取価格の方ですね、あのー、お伝えしていこうと思いますはいでまずですね G400D マヌファクトアエディションなんですけれども、えー、まあこれ走行距離がですねもう本当数百キロっていう感じまでですね一応まあ車としてはもう新古車の、あのー、状態というかまあきれいな、えー、車 の場合ですね大体今の買取価格でお答えすると大体1930万円から、えー、1950万円が、えー、今の買取価格になってくるかなというところですねで、えー。逆にですね数千キロ 走った場合です、ね、まあ、えー、3,000キロとか4,000キロとかちょっと走った、えー、場合ですね一応今お伝えした金額1930から1950万円から大体30から50万円、えー、下がるっていうふうに思っていただければ、えー、いいのかなというとこですねはいで一応この G400D のマヌファクトアエディションですねあの今結構もう右ハンドル左ハンドル と、えー、相場っていうのがほぼ、えー、一緒になってきておりますであの若干ですねあの内装の皮の色ですね、えー、なんですけど白側の方のが少し下がってる下がる可能性があるっていう感じですねあの必ずしも下がるってわけではないんですけれども、えー、白側の方のが若干下がる可能性があるなっていうのはあるので、えー、またですねその辺り、えー まあ、ボディカラーと右ハンドル、左ハンドル、あと内装の、えー、色の種類ですね、で、まあ、あと走行距離を教えていただければ、また細かな金額、えー、その時のですね最新、えーえー、最新相場でですね、えー、情報をお伝えさせていただきますので、はい、えー、一応今だと大体1930から1950万円というところです、ね、の買い取り価格になってきます。はい 次にですね G350D の、えー、マヌファクトゥーエディション、えー、限定車ですね。はい、でこちらの場合ですね、えーまあ、2020年、えー、のモデル、えー、発売モデルになりますので一応走行距離は1万キロ以内っていう形で相場の方、えー、お出しさせていただいてるんですけれども、えー、一応1万キロ以内の、えー 感じですと買取価格としては1670万円から1690万円ぐらいですね、はい、が、まあ、今の買取価格と、えー、なっております。はいで、えー、続いてですね G350D 通常グレードの方ですねはいこれはですね、えー、出始め当初の2019年からですね、えーまあ、今の2021年も出ておりますのでまず2021年。 の最新のですね G350D、えー、乗られている方ですね。はい、で一応これがですね、えー、まあ出てすぐっていうことなので、まあ、これはもう本当数百キロ、えー、までのもうまだ新古車っていう状態の、えー、お車でしたら、えー、っと買い取り価格でですねだいたい今1610から1620万円ですね。はい でこれも同じようにですね、えー、今年モデルでまあ数千キロ、えー、走ってる場合、まあ、3000キロ、4000キロ、えー、少し、えー、走られた、えー、状態ですと、今お伝えした金額からだいたい30から50万円ぐらい、これも、えー、下がるっていうふうに思っていただければいいのかなというところですね。はい。で、えー、っと続いて2020年式、えー、の G350D ですね。はい のえー、まず走行距離が、はい、これは1 0 0 0キロ以内の、えー、2020年式の場合ですね大体いい買い取り価格としましては、えー、1550万円から1560万円ですね、はい、で、まああのーえー、2020年式ですので走行距離が、まあえーまあ、1万キロ以内 1>, ですね、1万キロ手前の状態ですと、えー、買い取り価格としてましては、えー、1530万円から1540万円ですねはい、まあ、少し差が出るというところですねあの1000キロ以内と1万キロ以内という形でですね、はい、であります、はい、で、えー、最後にですね2019年式の、えー、走行距離が、まあ、1万キロ台ですねはい1万キロ台ですね の場合買取価格が大体、えー、いい1420万円から1430万円ですね。はいで続いて2万キロ台、えー、2019年式の2万キロ台なので3万キロいく手前ですねでしたら、えー、買取価格は1380万円から1390万円というところでですね はい、えー、今のこれが買い取り価格の、まあ、目安になってくるところですね。はいでえー、っとーまあ今お伝えしたのはまあえー 一番まあああの参考価格にしていただければいいのかなと思いますので、えー、またですねあのー、先ほどもお伝えしたんですけれどももし今ちょっとえ本格的にもう売却しようかなと思われている方とかですねいらっしゃいましたら是非ですねあの個別にあのお問い合わせいただければえー 今お伝えした金額よりも、えー、アップする可能性っていうのはもちろんありますし、えー、まあ逆にですね白黒以外とかでしたら、えー、大体これぐらいになるよっていうそういった、あのー、こともお答えさせていただきますので是非ですねあのお気軽に、えー、お問い合わせいただければと思います。またあの インスタ、ツイッター等でですねあのー、直接 DM でも大丈夫ですしあのー、お店の方に直接、えー、お電話いただいても大丈夫ですのではい、えーぜひですねえー、参考にしていただければと思いますはいえーということで今日の動画は、えー、以上です今日もご視聴ありがとうございますそれではマハロー